えー、こんにちは今回はですねこの『週刊ナイトライダー』についてちょっとお話ししようかと思います。まあナミさんお疲れ様です。いつも動画の方を送っていただきましてありがとうございます。ナ、ま、ミ、あ、さんもねこのナイトライダーの世代だと思いますけどもまあ興味がねどのぐらいあるかってことは分かりませんけども私は、まあ、まあ車に乗るならトランザム車に乗るならナイト2000みたいな感じで幼い頃は育ってきたんですけども実際に車って 手に入れるのはすごく難しくて、維持もものすごく難しくて、しかも、ナイト2000っていうのはレプリカの車ですから、費用がむちゃくちゃかかるのと、メンテナンスがものすごい大変なんですよね。ということで、まあ無理だろうなと思ってたんですけども、時代は進んで、このナイト2000をね、レプリカしている会社も出てきて、で、個人的なお金もなんとか間に合ってたんで、このナイトライダーはね、 えー、買ってみたわけなんですけども、実際になかなか乗る機会はありません。<laughs> まあ、あの、洗車してみて楽しむぐらいですね。で、そうこうしてるうちに、時を経てですね、この令和の時代に、デオゴスティーニというね、あの、有名な毎月雑誌で、ナイトライダー特集が出たんですよ。これどんな特集かというと、 このナイト2000の8分の1サイズ。このぐらいの大きさですね。8分の1って言うと。でかいです、かなり。8分の1サイズのナイトライダーを作りましょうということで、毎月毎月パーツが送られてくるんですよ。毎週か。毎週パーツが送られてきて、例えばね、今週は、このタイヤの一部なんですけどね。で、これが、110号、全部取ると、1台のナイト2000が出来上がるというね、仕組みですね。こういうふうに。ですんで、毎週送られてくるんですよ。 まあでも配送コストその他の関係で月に1回4週間分送られている供養に変わりました。で、今回が18号なんですよね。18号以外にも何号かわかりませんけどもその前後のね、えー、合計4つの号が届いてきたということで部品も4つ分あるんですね。それが今回この箱に入ってきたということなんですけども定期購読をした方に特別に なんかそのね、特典がついてるということで、その特典を今回いただいたんですよね。だから普段よりもちょっと荷物が多いということになってますけどね。で、マグカップがついてたり、T シャツがついたりしたわけなんですね。で、これは、まあ、いつでも定期購入は申し込めるんで、もし興味があったらね、デオゴスティーニで、まあ下にリンクつけておきますけども、その辺からオーダーしていただきたいと思いますけども、全部で110号届きますのでね。で、一部あたりいくらだろう。ちょっと忘れましたけど、1980円。 1,890円なんで合計110号でだいたい20万を超えるんですよねちょっとした雑誌としてはかなりのハイプライスだと思いますけどねまあでもそのぐらい好きなんで実物を持ってるのにプラスしてこういったレプリカのね1 8分の1サイズのプラモデルも買おうかなとまあプラモデルって言っても実際にねこう走るまでいかないけどもこう簡単なトーク機能がついたりこう電装部品が 光ったりとかね、なかなか面白いおもちゃになっておりますまあでも1 1 5全部雑誌が届きますから、すごいあの容積をね、取ることになりますね。本棚も買いましたですね。で、このプラモデルができた時に、超合金か、こういうのができた時にどうするかっていうのはあまり考えてませんけども、その頃にはヤマトくんもね新しいミニカーの遊び方ができるようになってると思いますので、ヤマくんにあげようかなってことですね。まああの詳細 動画を下につけときますのでご覧いただければと思います。今日はね、暗号通貨の取引所と、それから販売所の違いについて説明をしていただきましたので、そちらの方もちょっと下の方にリンク付けておきますので、今回はリンク2つですね、こちらの方を参照していただければ幸いでございます。それでは、ナミさん、またよろしくお願いします。